これは17歳の少女ハンナ・フォスターの姿を捉えた最後の映像。この直後、彼女の身に降りかかった悪夢のような出来事とは。2003年3月14日、イギリスハンプシャー州サウスト・ンプソン、夜の11時頃、日本でいうところの110番、イギリスの緊急ダイヤルに一本の電話がかかってくる。この時電話をかけてきたのは17歳の少女ハンナ・フォスター。しかし助けを求めて電話してきたというのに、彼女は言葉を発さず、ただただ無言の通話状態が続いていた。このことが意味することは一つ、ハンナは今まさに危機的状況に置かれており、彼女に害を及ぼす何者かと一緒にいるということ。音から察するに走行中の車の中にいるようだ。そして不明瞭ながらもハンナが男と話す声がかすかに聞こえてくる。後に音声解析をした結果、男はハンナに対しこう話していたことが判明する。俺は君と性行為がしたいんだ。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるレナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、突然姿を消し、そして最悪の形で見つかった17歳の少女ハンナ・フォスターについて。彼女は失踪直前に緊急ダイヤルに電話をかけており、そこには犯人からの非常に気味の悪い言葉が残されていたんだ。まずは事件当日の彼女の足取りから見ておくれ。届かなかった SOS。 2003年3月14日、イギリスハンプシャー州サウス・トンプソンのとある民家。ママ、今日の夜は友達の誕生日会に出るから少し遅くなるわね。そう話すのは17歳の少女ハンナ・フォスター。ハンナは成績優秀な高校生で、すでに卒業後は医学部に通うことが決まっていた。誰にでも好かれる社交的な性格で、いじめられているクラスメートを助けていたというエピソードもあったという。そんなハンナはその晩、友人の誕生日会に出席している。午後10時40分頃に会場となった店を後にしたハンナ。この時ハンナはヘレンという友達と一緒だった。今日は随分遅くなっちゃったね。そんなことを話しながら、10代の少女2人は少し大人になった気分で夜の街を歩いていた。ハンナの家までは歩いて10分程度。一方で友人のヘレンはバスに乗る必要があり、ハンナは彼女のことをバス停まで送ることにする。この時の2人の様子が街に設置された防犯カメラによって捉えられている。右を歩いているのはハンナ、左が友人のヘレンだ。間もなくバス停に着いた2人。到着したバスに友人のヘレンが乗り込むと、ハンナは笑顔で彼女に向かって手を振って別れの挨拶をする。そしてこれが本当に最後の別れとなってしまう。そこからのハンナの足取りが完全に途絶えてしまったんだ。次の日の早朝、異変に気づいたのはハンナの母親だった。娘が帰ってきていなかったんだ。しかし娘がハメを外したり規則を破るようなことはしないと信頼していた母親は、この時点ではまだそこまで深刻に考えてはいなかった。あの子ったら外泊したのかしら。連絡よこすのも忘れるなんて、よっぽど楽しかったのね。もしかすると思春期の娘を縛りつけたくないと考えたのかもしれない。しかし時間が経過するとともに、その考えも変化していく。朝6時半、母親は念のため娘にこんなメッセージを送っている。今どこにいるの？帰りは何時頃になりそう？それでも返事は返ってこなかった。いよいよ心配になった両親は昼頃に警察へ通報の電話をかけている。こうして始まった行方不明になった少女ハンナ・フォスターの捜査。警察がまず考えたのは、ハンナが持っていた携帯電話の通話履歴を調べることだった。するとハンナは行方をくらませたあの日の夜に、ある特殊な番号に電話していたことが明らかとなる。それは999番、通称トリプルナインと呼ばれる番号だったんだ。日本でいうところの110番に当たる番号だが、そのシステムにはいくつかの違いがあるんだ。もしメトラーの皆さんの中でいつかイギリスに行ってみたいと思っている人がいるのなら、ぜひ基本的な使い方を頭に入れておいてほしい。それではここで本日のメトラーキーワード、イギリスの緊急番号トリプルナインについて。イギリス国内で緊急事態が発生した時にかける電話番号のこと。日本では事件事故の110番、消防救急の119番と分かれているが、イギリスでは一律で999にかけてからオペレーターに要件を伝えるという流れだ。また999にはサイレントソリューションと呼ばれる機能が2002年に追加されている。これは身に危険が迫っているが、声を発することができない場合に5を2回押すことで発動し、オペレーターは声を出せない通報者を助けるために行動を起こしてくれるというもの。その代表的
な使用例は犯人がすぐそばにいるため声を出せないといったケースだ。サイレントソリューションが導入された理由の一つは、いたずら目的や間違い電話としてかかってくる無言電話を弾く目的があったそうだ。さて、事件当日ハンナはこの番号に通報していたわけだが、警察は事件を把握しておらず出動していなかった。一体これはどういうことなのだろうか。そして彼女の身に何が起こっていたというのだろうか。これらの謎の答えはハンナが電話してきた時の録音データの中に隠されていたんだ。電話の中の真実。ハンナが999に電話をかけたのは午後11時頃のことだった。オペレーターは電話口のハンナに向かってこう問いかけている。どのサービスが必要ですか？ハンナは何も答えなかった。オペレーターはこの時人の声のようなものをかすかに聞いていた。しかしそれは不明瞭で、何を言っているのかまではわからない。やれやれ、また間違い電話か、それともいたずらか。このような電話は毎日かかってくるため、オペレーターは呆れつつ自動の録音メッセージを流すように切り替えている。そのメッセージの内容は、助けが必要な場合は5を2回プッシュしてくださいというもの。つまりサイレントソリューションへの案内だった。しかし結局ハンナは指示に従うことなく、間もなく通話は自動的に切れてしまう。なぜこの時ハンナは何もしなかったのだろうか。その理由は単純明快だ。というのも、ハンナはこのサイレントソリューションというシステムを知らなかったんだ。サイレントソリューションが導入された次の年ということで、周知が間に合っていなかったんだ。彼女がこの機能を使えてさえいれば、この後に起こる悲劇は食い止められていたのかもしれない。ハンナ・フォスター失踪事件の捜査チームは早速、事件当日に彼女がかけてきた電話音声を調べてみることにした。通常では聞き取れないボリュームの音声だったが、解析した結果、いくつもの新事実が浮かび上がってくる。まず車の走行音が聞こえることからして、ハンナは車に乗せられていたということ。そしてその車内にいたもう一人の人物は男で、それも強烈な外国語訛りがあったことだ。二人の会話はこのような内容だった。お前はこの国の人間か？そうです。イングランド？はい。なんてことのない世間話のようだが、この時ハンナは自分の名前をサラと名乗っており、親しい間柄でないことは明らかだ。そして捜査員たちは犯人の男がふとつぶやいた言葉を聞いて背筋を凍りつかせる。俺は君と性行為がしたいんだ。男の目的はこれで分かっただろう。かなり絶望的な状態に思えるが、ハンナの安否はどうなったのだろうか。捜査チームはハンナの持っていた携帯電話の位置情報を調べたが、当時は GPS の機能がないため、メッセージを受信した際に使われた基地局からおおよその場所を特定するのが精一杯。分かったことは、ハンナたちはかなりの速度で移動しているということ。やはり車で連れ去られているのは間違いないだろう。何か事件につながるものはないか。警察は周辺の捜査を行っていた。そんな時、驚くべきニュースが飛び込んでくる。ハンナの行方が分からなくなってからおよそ40時間が経過した3月16日午後1時45分、ハンプシャー州ウエストエンド近郊の道路脇の茂みに若い女性の死体が捨てられているのを14歳の少年が発見したんだ。間もなくその遺体の身元はハンナであることが判明。体には性暴行の痕跡があり、死因は絞殺だった。こうして事件は最悪の結末を迎えてしまう。ハンナを車に乗せ暴行したこの残虐非道の男は何者なのだろうか。そのヒントは、外国訛りの英語を話す人物であるということだ。訛りの強い男。電話の音声データから判明したことは多岐にわたる。車で移動していたこともそうだが、音の反響やエンジン音から鑑みるに、乗用車ではなく大きいサイズの車に乗っていたことも分かっている。そして警察は事件当日の防犯カメラ映像を調べ上げた結果、1台のバンに白羽の矢を立てる。そのカメラ映像を公開して間もなく、警察に情報提供者が現れる。その人物によると、例の白い車は勤め先で使っている社用車に似ているということだった。そして会社の同僚に疑わしい人物がいたということ。その怪しい男の名はマリンダー・パルシン・コーリ。インド出身で、彼の喋る英語は強烈な訛りがあり、犯人像とも一致していた。また事件の翌日、彼は顔に引っかき傷を負って会社に現れていたことも分かっている。その理由を聞くとはぐらかされてしまったが、同僚はそれでピンときたのだという。警察は早速コーリに事情を聞き、 DNA を採取。その結果、ハンナの遺体に残されていた DNA とコーリのものが完全に一致したんだ。このコーリというインド人がハンナを車に乗せ暴行し殺害していた犯人だったんだ。思いのほか早く事件は解決かと思いきや、この後コーリが取った行動により、事件はより複雑なものとなっていく。コーリに対する令状を取り、自宅へと逮捕に向かった警察だったが、そこにいたのは彼の妻子だけだった。実はこの時点でコーリがいたのはインド。
インドといえば、コーリにとっては生まれ故郷。とにかく国外にさえ出てしまえば、もう大丈夫だと考えたのだろう。コーリは姿をくらます直前に、会社の同僚たちにこのように話していた。インドに残してきた母さんの具合が悪いみたいなんだ。みんな飛行機代を貸してくれないかい？そしてコーリは移動費を人からの借金で賄い、妻子も捨てて全てをやり直そうとしていたんだ。ちなみに彼の妻は、夫が殺人犯であることを伝えても、一切信じようとしなかったそうだ。この男に限らず、どうも凶悪な殺人犯というものは、嘘をつく才能があることが多いみたいだね。マニンダー・パルシン・コーリが生まれたのは、1967年のインド。出稼ぎのため、イギリスに渡ってきたコーリだったが、彼はある問題を抱えていた。それは重度のギャンブル好きで、アルコール依存症でもあったこと。一応妻との結婚と二人の子供を授かったことで、それらの依存からは一時的に回復していたようだ。しかし事件のあったあの日は金曜日の夜、街には酒を飲んでご機嫌になっている人々で溢れ返っていた。ああ、久しぶりに浴びるほど酒が飲みてえな。気がついた時には、コーリはパブの中に足を踏み入れていた。頭の先から爪の先までアルコールが染み込んでいくのをコーリは感じていた。かあ、うめえ。もう一杯くれ。コーリはもはや自分がどこにいるのかもわからないくらいにアルコールを摂取していた。この時彼は仕事で使っている白いバンで来ていたのだが、飲酒運転などお構いなし。店を出た後、家に帰るわけでもなく、コーリは夜の街をドライブしていた。そして運転中のコーリの視界に若く美しい少女の姿が飛び込んでくる。ハンナだ。なんて可愛い女だ。たまらねえぜ。速度を落とし、歩いているハンナに近づいていく白いバン。そこでコーリの記憶は途絶えたという。それから数十分後、コーリが正気を取り戻した時には、すでにハンナは首を絞められ死亡していた。恐ろしくなったコーリは、彼女の遺体を人の目につきにくそうな茂みに捨ててから帰宅。俺は何もやっていない。そう自分に言い聞かせ、彼は妻や子供の待つ温かい家へと帰っていったんだ。しかし結局彼はそんな妻と子供も捨てインドに逃げ帰っている。インド政府は何かと理由をつけてコーリを引き渡そうとせず、捜査も行われないまま時間だけが過ぎ去っていく。そして事件は進展することなく15ヶ月が経過。しかしここである人物が事件解決のために立ち上がるんだ。両親の執念。事件から1年3ヶ月後の2004年7月10日、インド北部の都市チャンディーガルに2人の中年イギリス人が降り立っていた。ハンナの両親だ。2人は事件が解決せず、コーリが野放しになっていることに耐えられず、自ら解決に乗り出していたんだ。2人は地元のメディアを通して事件の詳細を解説。コーリに関する情報を集めるため、24時間365日対応のホットラインを設置している。そしてこうも訴えた。もし犯人逮捕につながる情報を提供してくれたら、最大で500万ルピーの報奨金を支払います。これは日本円にしておよそ1200万円にもなる大金で、その効果は絶大だった。インド中でこのハンナ・フォスター強姦殺人事件のことが話題となり、情報提供者が次々と現れる。特に有益な情報をもたらしたのは、タクシー運転手のジェイソン・レプチャという男性だった。私はコーリから何度も雇われています。あの男は今マイクと名前を変え、何食わぬ顔をして生活しているんです。そして彼はこのインドに帰ってきてすぐに結婚しているんです。イギリスで人を殺し、逃亡先のインドで結婚していた殺人犯コーリ。ハンナの両親はこの情報をもとにインド警察へ相談。国際問題になることを危惧したインド警察は、ここでようやく重い腰を上げる。ハンナの両親が情報提供を求めてからわずか5日後の2004年7月15日、コーリはお隣の国、ネパール行きのバスに乗ろうとしていたところで、新妻と共に逮捕されている。それから13日後の7月28日、コーリはテレビ局のインタビューを受け、こう話している。逃げるのはもう疲れたよ。あの日俺は気づいたら彼女に暴行を加えていたんだ。チクられるのを恐れて思わず殺してしまったが、それは俺の望むところではなかった。結局コーリの身柄はインド警察からイギリス警察へと引き渡され、2008年11月25日終身刑を言い渡されている。しかしこの判決には疑問が残る。少なくとも仮釈放の可能性が残されているからだ。判決を受け、ハンナの両親はこのようなコメントを出している。娘の命を奪った男がまた世に放たれるなんて信じられません。それでは最後にポジティブな話題も一つ紹介しておこう。コーリの情報を提供したタクシードライバージェイソン・レプチャは事件後に報奨金の一部を受け取っていた。しかし彼はこの金を自分のために使おうとはしなかったんだ。ジェイソンはその金で恵まれない子供たちに教育を受けさせるための学校を設立している。その学校の名前はハンナ記念アカデミー。
わずか17歳で輝かしい未来を奪われた少女の名を冠した学校だった。後にハンナの両親もこの活動に協力をしている。ハンナが失った未来はジェイソンや両親の手によって他の子供たちの夢を支える力となってこれからも生き続けていくことだろう。君は大切な人の死を目の当たりにした時にどうやってその悲しみを乗り越えているのかな。